鎌倉へ行ってきました。二人で初めて歩いた町へ。今日のあの町は人影少なく、思い出に浸るには十分すぎて。源氏山から北鎌倉へ、あの日と同じ道のりでたどり着いたのは縁切寺。この寺の三門前で、君は突然に泣き出して、お願いここだけはよして、あなたとの糸がもし切れたなら生きてゆけない。あの日誰かに頼んで通った一枚きりの一緒の写真、納めに来ました、縁切寺。今頃幸せでしょうか。一度だけ街で見かけたけれど、紫陽花まではまだ間があるから、こっそりと君の名を呼ばせてください。人の縁とは不思議なもので、そんな君から別れの言葉、あれから三年、縁切寺。